星空の美しさを織り込む石狩の新篠津村が今月天文台をオープン。観測の様子を北村カメラマンが取材しました。ノーナレーションでお伝えします。この方が集まっていただきました。これ新篠津天文台のオープニングイベント、ここを知ってます。動いてますか？はい、今移動してます。土星の輪っかまで見えてすごいと思いました。ドーナツの輪のようになんかしっかりはっきり見えて綺麗でした。自分のこの目の中にね、遥か遠くの木星の模様までくっきり見えるっていうのがものすごく感動でした。すごい幸せな気持ちです。宇宙につながってる感じがしました。小さい子どもたちにこう宇宙へのね夢をこう伝えたいなと、そういうふうに思うし、でまあここへ来てね、ここふれあい広場なんで、まあなんか天文を通してこうなんかふれあえたらいいなと思ってます。やっぱり新篠津村の方とふれあえて初めて私ここへ来たんで、やっぱりそういうことがこの望遠鏡を介して広がればいいなって思ってるんです。ここに集まってもらって、皆さん方が望遠鏡を覗きながらワイワイガヤガヤ友達同士になったりとかね、まあそういうやっぱりこう触れ合いの、場にしたいなと。空の街のブランディングの象徴になるような建物になればいいと思いまして、もともとここでふれあい公園星座観測場というものを、スポットが道内にも全国にもあまりないということでですね、こちら観測場を整備しました。嬉しいんですよね、やっと見られるというのは。はい、で人のね役に立つというのが、もうこの望遠鏡にとってもすごくいいことだと思うんですね。私もいいことやし、はい、新種の子供にとってもいいことなんで、ウィンウィンウィンというような感じですね。望遠鏡を寄贈した山本さんは、村に大勢の観光客を呼びたい、宇宙に興味を持って村のことを知ってもらいたいと話していました。天体観測が趣味という北村カメラマンの報告でした。